この度財務大臣に留任をすることになりました野田佳彦でございます。引き続きよろしくお願いをいたします。今日官邸に呼び込みがありました際に、ご指示がいただきありましたのは6つございました。1つは、平成23年度予算を年度内に成立をさせるということ、それから2つ目は、行政刷新大臣と連携をして、無駄の根絶や不要不急な事業の見直しにより新たな政策や、効果の高い政策に重点配分する財源を確保すること、それから3点目は、法人税の見直しなど新成長戦略を推進するための平成23年度税制改正を実現させること、4つ目は社会保障の安定強化のための必要な財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について関係大臣と協力して一体的に検討を進めること、5つ目は納税者の立場に立って国税通則を見直すなど納税環境の整備に向けて着実に取り組むこと、6つ目は現下の円高等厳しい経済情勢を踏まえ外国為替動向を注視しつつ経済対策を着実に実施するため経済財政政策担当大臣と協力し日銀とも円滑に連携をする、こういう6つのご指示がございました。いずれにしても24日から通常国会召集されますけれども、なんといっても92兆4116億円の予算と関連法案、そしてさっき申し上げた税制改正、これらをしっかりと野党の皆様にも真摯にご説明をしながら通していくということが特に前半においては大きな使命だと思っています。厳しい環境でございますけれどもしっかり職責を果たしていきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。私の方から以上です。ご質問どうぞ。朝日新聞の伊藤です。税と社会保障の改革について与謝野さんが特命大臣に入られましたけれども、財務大臣並びに厚労大臣とのその役割分担というのはどのように考えていらっしゃるでしょうか。これからやっていこうと思います。ただ皆さんでというふうになるとなかなか責任が分散化するというか線路を多くしてまとまらないというリスクもあると思いますが、そこら辺は6月までにきっちり決めるというご覚悟はありますか。あります。おはようございますか。はい、朝日新聞の岩尾と申します。今ご指示のあった年度内整理予算ですね、これについて大臣が何が必要だというふうに考えでしょうか。どのような方法を取れば年度内整理するというふうに考えでしょうか。しっかり説明することが基本だと思います。丁寧に野党にもそして国民の皆様にもご理解をいただけるような説明が大事だと思ってまして、これ当然のことながら三段構えの経済対策の一環です。経済予備費が第一弾、この間の補正予算が第2弾、これ3段目、その新成長戦略の本格稼働に欠かせない、経済対策って欠かせません。で、法人税の減税も入ります。これ、12年ぶりにやることです。で、これは雇用とその投資に促進をしていきたいという願いを込めた、そういう予算であり、税制改正であります。で、これが実現できなかった場合には、日本経済、あるいは国民生活に甚大な影響がございますので、そうならないようにきちっと説明をするというのが、基本中の基本だと思います。改造内閣の顔ぶれなんですけれども、女性閣僚を1人と、それと、やや年配の方というですね、以前、政界での経験が長い方が、登用されているようなイメージがあるんですけれども、大臣はこの内閣の顔ぶれについて、どのようにお考えですか。とにかく仕事をしなければいけないわけで、仕事をして成果が上がって、私はあまり事前にキャッチフレーズとか、スローガンはあまり言わない方です。これは人の評価によって出てくると思ってますんで、きちっと仕事をした内閣と後で評価されるようにみんなと力を合わせて頑張っていきたいと思います。どうぞ。西日本新聞の吉田です。与謝野さんの入閣に関して全社会保障担当ということで、しかし与謝野さんは自民党から出馬されまして当選されて、その後立ち上がり日本の共同代表というまず渡り歩いてこられた方です。で、それに対して、税と社会保障、これから与野党協議が大切だと思うんですが、野党の中には、そういった与謝野さんが、そういう改定の中で、やられるということに対して反発も出ていると思います。与野党協議を進める上で、逆に与謝野さんが障害になることはないのかという部分について、どう考えるのかというふうに
ことと、予算、与野党協議を始めるためにさらに必要なことは何だ、何と思われるのかを考えます。はい。社会保障を安定強化すると。でそのための財源の裏付けについてもこれ考えていくということは、これはもうこれ以上先送りできないと思います。でそれによって少子高齢化社会における将来に対する不安をなくしていく、その第一歩になると思いますの で、この議論というのは民主党だけではなくて、野党の皆さんとも、あるいは幅広に国民の皆さんとも協議をしながら、成案をこの今年の中まで、までに得ていくということは、これは私は大事なプロセスだと思っていますので、その中でそういう問題意識を持っている方が、政党のいろんな動き、キャリアはいろんなことあったと思いますが、その問題意識を持っている方が一緒に仕事をしようとされることでございますので、これはぜひプラスに展開していかなければいけないというふうに思います。よろしいですか。それでは以上をもちまして、野田財務大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。